よーし、やっていくぞ。はい、というわけでね、今日はデッドバイデイライトの殺人鬼側、久々のレースでやっていきたいと思います。ね、これで透明化してね、多分ね、こっちらにいるんじゃねえかな。はい、いましたね。見えてんだよな、見えてんだよな。見えてんだよ、見えてんだよな。いた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 。さあどうする。くそ、邪魔な木の板だぜこれ。よーし、一匹目や。おお、これ切断した、こいつ。うわぁ、てめえこの野郎、切断すんじゃねえこの野郎。ここにもいたっぽいな。どこ行った、いた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 。見えてんだバカ野郎。あ、いたーい。さあどこに行った？うめき声がするからダメだぞ。そんなとこに隠れていちゃ。よーし。うわあ！こいつも、こいつも切断した。何？ひどいな。ひどいなこれ。今ここにいたはずなんだけどな。どこ行った？よし、来た。へへへへ。ほら待てー、うらこの野郎。ふふ、多少頭使えるみてえだなこの野郎。よし、どっこいしょ。もうちょうどいい、こんなとこに。よし、オッケー、あっち行くか。二人も切断したからやべえな。こっちらへんのはず。よし、ここか。となるとここら辺のやつだな。どこだ？ここじゃないね。ここでもないな。さあ、あと一人。あと一人。いないね。多分作動させたのはここで間違いないはずだから、逆ルートで行った可能性があるな。あれか、いや違うね、これでもないな。これは最初に敵がいじってたからだよね。あと一人どこだ。切り裂いてやる、見つけて。ここか。バカ野郎いるんだよ。よし、はい、バイビー。ちょっとあっけなさすぎるな。ちょっとあっけないな。これ何分これ。まあちょっと俺がまだランク上げてないからさ、多分敵低ランクだと思う。弱すぎるもん。弱すぎるもん。
やっぱり20ばっかりだ。でもこいつら こいつらさね、結構いいパーク持ってるってことはそこそこやってるってことだよ。それで切断しちゃダメだよ。まだこの2人検討したわ。